はい、どうもこんばんは。底辺の音が出て、帝王と呼ぶ新帝王です。はい。この時間は、平日の、夜の部ということで、セガサタン版のピアキャルとようこそ2の、あはさってでいなくなっちゃう。ね、まああれですけど。ピアキャルとようこそ2の、通常プレイでの攻略やってます。はい。ビフロートさんいらっしゃいませ。どうもこんばんはです。はい。題して底辺が人参に釣られてブラックに、就職バイトする配信のその11杯しませんか。大丈夫です。はい、12個目さんもいらっしゃいませ。ごばってことで、今日からはい、また新たに、6人目ですかね。日の森美奈ですね。メインヒロインの、妹、はい、攻略していきますね。昨日の案件で、精霊さんもいらっしゃいませ。ごばってことで、じゃあやらせていただきましょうということで、どうしようかね。そろそろ6人目だし、また最初からで制服変えましょうか。うん、ねえ、今まで2つあれしてきてるから。あんな小さいことを設定していいと思ってるんですか。リアルでも女の子に青い人参つけられてる帝王は何ですかそれは。はい、15名探します。こんばんは。一応これでね、左右の制服やったんで、一応こっちのね、このいかにもメイド風のあれは選んでないんで。渡部健って誰でしたっけ。確か、さっき見たなんだ、誰でしたっけ。芸能人の、アンジャッシュだかの人でしたっけ。うん、ね、何があったか知らないけど。じゃあ、これ、やっていきましょうか。あいつ何やらかしたんだろう。さあね、まあ、自粛するぐらいだから。なんでしょう。ん、不倫とかねえ、プログから7月27日から脱税だったら刑事事件でしょうから、うん、それだったら自粛どころのもんじゃないでしょう。グルメわかんない。18組さんお願いします。こんばんは。不倫した時ある。不倫ってか女性と付き合ったこともないのに何が不倫ですか。はい、からずっと自粛で引きこもってるの。うん、いや関係ないです。はい、不在なく180秒も遅刻してしまいました。遅刻は僕そんなこと許したら、そんなことであれしてたら。はい、22個目さんもねしますまね。今日の昼間のねゼルダの最終回だったのにね、寝坊しちゃいましたからね。30分近く。今日の夜食予定。はい、ザテトラクさんにします。夜食はまだ考えてません。夕飯は餃子、昨日の餃子と言いまして、まあもうまたね、序盤はいつも慣れですから、今日も部屋で優雅に過ごしてる帝王はコツ、優雅か知りませんが、Z セルしませんゲームじゃないですか、ゲームでいくら落とそうがどうしようね。未亡人エッチはしまくってるよね。何言ってんの。ミナはあれなんでしたっけ。部屋にはいないんですよね。だから連絡は電話ぐらいかね。電話だったらあれ、いるんですね。まあ当面こうやって、これでコンタクトですかね。ねえ、みなちゃんに電話してるの番号がわからない。仕方がない。明日みんなのスケジュールと一緒にジョコさんに聞いておこう。じゃあここはダメですね。まあとりあえずステータスアップしましょう。優雅ってことはないでしょ。攻略はしたかもしれませんね。ちょっと覚えてないけど、多分したと思うんですがね。確かミナちゃんとはなんか勉強ね、なんか勉強教えるってことでね、確かお付き合いしたと思うんで。何がですか。はい、32個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。燃やしちゃダメ。コンタクト取ってコメントするんですか。はい、どういうことですか。わこ、晩ご飯は鮭とえのきの鮭蒸しとチーズつくねでした。はい、結構凝ってますね。はい、でわさせお願いします。まあ僕は昨日の餃子の残りでした。えのきの酒蒸しとかね。ここもねあれですよね。この辺
あんまり変わんないから。いやいや、そうは言っても、簡単です。いや、そうは言っても、その手間がね、面倒な人もいますからね。なかなかできることじゃないでしょう。って言っても何回も見たでしょ、これ。じゃあ、ママ王に感謝しろ。そうね、確かに。エッチ。何回見てもエッチ。はい、ね。今月はパパ王の日ですよ。何がですか。これまだ電話できないんだっけ。で、今度はどんなことエッチするの、はい、どんなことって、昨日、日の森みんな選んだでしょ。あの、メインヒロインの妹の、まあ、要するにロリコンですがね。どうしようか、やることないし、休憩しとこう。昨日途中からで見れなかった。ああ、そうなんだ。ほら、手を置くもの一つ言ってあげるから、這い上がっておいでー。何のことですか。みなちゃんって土下座すればやらせてくれそうだよね。あんな小さいことさあ、知らない。としていいと思ってるんですか。知らないですよ。私たちが犯罪者だとでも言いたいんですか。違うの。ねえ。皆さん、こいつを狙ってんでしょ。ああ、ちょっと、ねえ、セリフ言ってたかったね。知らないです。それはさっぱり。18歳未満の根性だったという問題ですよ。でも正確な年齢はね、で出てないから大丈夫です。何遊んだからですか。渡部が何をやったか書けませんか。やっぱり浮気かなんかじゃないですか。それぐらいしかねないでしょう。浮気とかエッチ、エッチって言われてもね、いくらかけます。いいですよ。ギャンバしね。するんじゃないの。ねえ、そう、あの大物ぶってた。はい、57個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。でもね、これね、この間のほら、岡村のね、あの発言だってね、結構ね、騒動大きくなりましたからね、やっぱり。そういうの考えて、やっぱり。ね、たかが浮気なんて発言したらね、それこそ大問題かもしれませんよ。それだったらね、前倒しでもね、自分から、そうやって申し入れればね、多少は、イメージ良くなるんじゃない。ああ、すいません。じゃあ次から、はい、コメしますね。あと、はーっと込むじゃないですか。何インスタの最初そう。騒動になったけど、岡村の言う通りになってるじゃん。経済的に困ってる子がどんどん入店してるよ。そう、知らないけど。結局体打った女増えたんでしょ。ハーっと込むじゃないすか。ねえ。みんな暇だから大したことないことでも大げさに取り上げるんだよな。そうなのかね。岡村を反した連中は風俗落ちしないで済むように何かしたの？へえ、さあ知らない。電話、これであれなんかな、ね、増えてるし。これで電話すれば。アタックできるかな。パパ活で支えよう。ピポピポピポ。何も支援しないより風俗遊びでそういうコミ金落としてる方が支援になってると思わん。さあ、それはでもね、見返りを求める。それは支援とは違うんじゃないかね。え、わかんない。ガチャ。はい、こちら日の森です。あの、どちら様でしょうか。あ、もしもし、底辺のです。日の森みなさん、ちょっと声小さい。ちょっと上げようか。ていちゃんでーす。よいし
しょうよ。ミヤムーも AV 出てたの？さあ、そんな話ありましたね、はい。日の森美奈さんはいらっしゃいますか？あ、はい。美奈は私です。ですよね。うん、そう。ごめんね。突然電話なんかしちゃって。売れる前に出てました。うん、パパ活でジクジスもみんなやりまくりやから、帝王さんも給付金使おう。いいですよ。僕はパソコンにね、使うから。71組さんいらっしゃいませ、こんばんはです。うん、ほら、昨日担当が決まったら報告するって言ったよね。覚えてる？ラブライブの人、ありましたね、確か。昨日はごたごたしてて、その暇がなかったから、今日改めて報告しておこうと思ってさ。それがね、今日から3日は、ジョーコさんに、相互整理するように言われてて、それが終わったら自分でスケジュールを組めることになっているんだ。それじゃあ、まだ何を担当するか決まってないんですね。でもなかなかすごいですよね。バイトがね、自分のやりたいとこを選べるってね、社員ならまだしも、そういうことになるね。一応、みんなに何がどういう仕事かを聞いて、それから決めようと思ってる。で、よかったら、みのちゃんに、フロアの仕事のことを教えてもらえたらなぁと思って電話したんだ。ひょっとして、迷惑だったかな？うん、平気ですよ。みのは先輩ですからね。なんなりと質問してください。もう、ははは、よろしくね。いつもそんな喋り方なんですか？違うに決まってるでしょ。よろしくね。それじゃあ、というわけでみのちゃんにフロアの仕事についていろいろ尋ねることになった。ちょっとした世間話を交えながら、ウェイターとキャッシャーのことを教えてもらい、終始笑い声のまま時間が過ぎていった。そうなんですよ。あ、そうわよ。うん。お姉ちゃんの部屋の隣でしたね。ギク。お姉ちゃんとはよく話をするんですか？ドキ。そうだね。今のところ、まだ。どうやらみんなちゃんまだ俺と日の森の感じを知らないみたいだ。説明するのもややこしいから黙っておいた方がいいな。まだあずささんとは話す機会がなくてね。でもお隣同士ってことで仲良くやっていけると思うよ。よかった。あずさお姉ちゃんをよろしくお願いしますね。そうだ、たまにお姉ちゃんのところへ遊びに行きますから、その時に訪ねていってもいいですか？訪ねていってもいいよ。あ、そうなんですか。金曜日、今日9日、あと3日後、もちろんそれだったらいつでも OK だよ。まあ、もともとね、ほら、先週だったんでしょ、確かね。チャンス。うん、ね。それじゃまたお電話くださいね。へい。うん、またね、みなちゃん。かっちゃ。みなちゃんか、くったくなくよく笑う子だな。話してると時間が経つのを忘れてしまう。できればみなちゃんとはもっと仲良くなりたいな。うへへへ。電話で体調落ちるの。なんか大型タイトル出すのかな。多分発売日にね、出すタイトル発表あるんじゃないですか、なんかしら。マリオとか出るの？なんでプレステでマリオは出ないんじゃないですか。サナエさんどうでしょうね。ポケモンかもしれん。ポケモン。え？カナエさんもパパ活やっとるってほんまですか？今んとこないですね。強いてないエロバレーぐらいですけど、まあエロバレーもね、ちょっと今、ねえ、期待薄でしょうから。まあ特に今んとこすぐね、まあ発売日に買おうなんて予定はないですよ。で、みんなにあれして。あ、みなちゃん、お疲れ様。だからエロバレーはパソコンで出せ。パ
ソコンで出したらいろいろ改造されちゃうからでしょ。買うんですか？今聞いてた。発売日に買う予定はないって言ってるじゃないですか、ね。だって結構高そうでしょうね、なんか。ありがとう。でも先は長いからまだまだこれからだよ。頑張ってくださいね。みんな応援してますから。うん。いずれフロアの仕事をすると思うから、その時はよろしく頼みますね、先輩。もうおやつ我慢するくらいじゃ買ってくれないと思うと、ねえ、高いでしょ。高いじゃないか。そう。ソニー製品は初回のものとかすぐに故障するイメージあるわ。どうなんでしょうね、その辺も。それじゃ、ミナはもう着替えないといけないんで、またともみの方が可愛いわよ。そう。駅までだったら送っていこうか。人だと危険で、あ、一人だと危険でしょ。大丈夫です。あずさお姉ちゃんと一緒ですから。それじゃお姉ちゃんが待ってるんで。どうなんでしたっけ、お姉ちゃんとも仲良くなってなきゃいけないんでしたっけ、関係ないっけ。うん、じゃあね、みなちゃん。あんまりお姉ちゃんをないがしろにすると多分ダメなんじゃないかな。姉ちゃんのボケハラの方が可愛いよ。はい、可愛くないですよ。レオンは軸と軸どっち派ですか？それだったら JK でしょ。はい。初期不良が結構あるイメージ。はい、90個目さえ出します、こんばんは。ねえ。高いもんですからね。初期不良をつかまされたらね、嫌ですよね。日の森とみなちゃんって仲いいんだな。あー、俺も早くフロアの仕事に就きたい。今日は疲れて、レオンは女子小学生しかダメでしょ、はい、それ以上は年食いすぎて嫌っていつも言うという。いつ言いました、あんなこと。何勝手に逆のイメージいいね、植え付けようとしてんですか。これで、まあ基本、あれの時は電話しときましょうか。服集めなんですか？はい？何言ってんですか？そこまでじゃないですよ。ガッチャ。はい、こちら日の丸です。どちら様でしょうか？あ、もしもし、天変のです。皆さんはいらっしゃいますか？でも、帝王はミサトさん、おばさん臭いって。ねえ、いや、おばさんでしょ、もうあの年齢。ねえ、朝早く、ごめんね。みなちゃんは今、どうしてるかなって思って。女装学生が好みって言ってましたね。何ですか？女装学生ってどうですか？ロリコンじゃないですよ。みなちゃん攻略してんの？そうです。今、この日の森みな攻略してます。これで確か一緒に勉強しようみたいな流れじゃなかったっけ。勉強に過去して夏休みの課題か。大変だね。考えてみたらこっちも終わらせなきゃならないんだった。何言ってんですか。すいません。じゃあ次から読むって、あなた、はーつこむじゃないですかって。はい。101個目さんいらっしゃいませ。どうもこんばんは。でさえピアキャロやってます、ね。そうだ。よかったら今度見てあげようか。確か、みなちゃんは、今、何年生だっけ？長谷川っても、1年生。ねえ、長谷川。ねえ、あんな、ねえ、小さいですけど、大学1年生だそうですね。なかなか。1年生か、それだったら、なんとかわかるかもしれない。いつでもってわけにはいかないけど、なるべくみなちゃんの都合に合わせるよ。ごめんね。思ってた。ねえ。うん、任せておいて。じゃあ、またお店で会おうね。みなっちエロシーナルイですよね。でも1年ってことは二浪か。そうですね。大学七年なり。二浪しちゃったんですね。やばくない？ああ、ひじみつされちゃいますとか、ねえ、じゃないですか。ね、18歳以上ですからね。18歳以上でね、1年ってことは。ね、やっぱり大学でしょう。ガッチャ。
成り行きとはいえ勉強見るなんて見え張っちゃったけど大丈夫かな。あ、そういうことね。1年生の勉強とはいえ恥をかかないように勉強しておいた方がいいかも。そうか。主人公って何歳なの？さあ、どうでしょうね。あ、だから勉強もしとかないとダメなんだ。主人公も確か18歳でしょ。確か勉強あげとかないとなんか後々あれだったよな。どうしよう、一回勉強やっとかないとあれかな。多分すぐには来ないと思うんですけど。なんで最近こげんなのさ。ね、なんで歳の三年少だからみんなのはね。はい、壁下げしますごま。そう、ボケちゃった。あ、みなちゃん、お疲れ様。駅前？通り道ってわけじゃないけど近くまでは行くよ。どうかしたの？お姉ちゃんがお休みなんで、みんな一人で帰らなくちゃいけなくて。ほう、それは危険ですね。よかったら一緒にって思ったんですけど、ダメでしょうか？そんなもちろん OK に決まってるじゃないですか。そんな泣きそうな子で愛顔されたら断れないよ。うん、わかった。みなちゃん、駅まで送ってあげるね。やらせてくれるならいいよ。何言ってんの？本当ですか？それじゃすぐに着替えてきます。帝王様が一緒の方が危険。何言ってんの？よし、俺もすぐに着替えちゃおう。お待たせしました。それじゃあお願いしますね。一緒にトイレにでも行きましょう。みなちゃん、それじゃあ行こうか。何言ってんの？あら、あっさり。助かっちゃいました。なに、これくらいお安いご用で。そうだ、向こうの駅に着いてから一人でしょ、危ないんじゃない？駅から家が見えるくらい近いんで、それは大丈夫です。そっか、じゃあ心配いらないね。みなは明日お休みなので、それではまた明後日。まあそうなんだ。ああ、一応僕も明日あのね、水曜日定休日でお休みなんで一応伝えておきますね。はい、うん、またキャロットでね。帝王様ってほんとむっつりスケベなのね。なんでですか？はじゃないでしょ、水曜日は定休日でしょ。はじゃないでしょ、ダメじゃないでしょ。今日は疲れた、明日に。また休むのか。またって週一の定休日でしょ。墓参りの埋め合わせ頼む。墓参りの埋め合わせは、墓参りの埋め合わせは、スパロボの時間伸ばしたでしょ。はい。128個目さん、初見さんって、フォロワー限定なので、なんで初見さんが来るんですか？はい。いらっしゃいませ、こんばんは。はい。遅刻したのはね、そこはもう申し訳ないんですが、はい。129個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。謝罪だ。寝坊したのは本当に申し訳ないけど、ねえ、ちょっと明日の定休日はちょっと休ませてください。ちょっと体調もそんなに良くないかもなんで。どうせ地獄に行くのに墓参りしたって意味ないよ。何言ってんの？墓参り謝罪中。墓参りなんですか？まだ届かないんですが、まだ。何ですか？知らないですよ。私のこと40分待たせたでしょ。40分じゃないですよ。30分でしょ。30分に25分ぐらいでしょ。はい。どうで？どこの配信で噂されるんですか？はい。ホタルイカさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい。135名さんもいらっしゃいませ、こんばんは。噂されるほど僕有名じゃないでしょう。ねえ、遅刻ですよ。ねえ、ちょっと申し訳なかったですが。どうしような。勉強しといた方がいいかな。秋の配信だよ。本当に？でも、秋野さん僕のことでも知らんでしょう。なんで遅刻したのですか？寝坊したんですよ。明日だからほら、ね、明日ブックオフに買い物行こうかなって、ほら、昼間のゼルダ終わったんで。ブットラックでヒロミが帝王のこと言ってたよ。なばかないでしょ。なわけないでしょ。よかった。どうしよう、平気。スルーかって、なんかスルーした？ん？3時の放送で。また墓参り、墓参りじゃないですか。普通に休みですよ。ごめんなさい、初見じゃないですよ。どこに仕事って、オフ会じゃない、3時の放送で、今日の遅刻、3時さんの放送でって、3時さんって昼間配信してんですか、今、知らないけど。待たせてもら
るから。僕の中のサンジさんほら深夜のゲーム配信しかねみんな見ることないから、うん、サンジさんだって僕のことし話してないでしょ、うん、あこれ真実か、うん、ジャンクマンも被告にブチギレたよ。なわけないでしょ。サンジにさんなんかしてるなんでですかダメでしょね、えたとえ僕の方が年上であったとしてもそんなね失礼すぎるでしょ。今さ、うん、カルパス食べてるんだけど、はい、ご飯食べるときは包んであるフィルムを一個一個剥いて食べてるの、うん、えうんそうですね、うん、まあそれかね面倒だったらねまとめてね剥いてねあれしてから食べるとか3時より年上なのかどうでしょうね、うん手を打って申請だから向けないんじゃないの？え？どういうこと？何の皮の話ですか？食べるごと食べるに決まってんじゃん。食べるわけないでしょ。丼の上に乗せて食べてるの？うん、でも、ね、カルパスでご飯ってすげえな。三時ってしこだっけ？45歳なの。それは知らんかったな。どうしよう、キャッシャーでもいいかな。平安京から見てるでこ？うんはい、どうも。タイムスリップしてみてるの。はい。57個目探します、こんばんは。はい。学生時代、タバコ吸うばかりないでしょ。青春障害者さんいらっしゃいませ、こんばんはって。なんでコメントこんなに多いの？メガネが嫌いやから、かたくなに行こう。いや、だって、だから、攻略キャラはアンケートでね、選んでるでしょ、基本。ねえ。どうしよう、お疲れ様でした。涼子さん酒飲ましたらやれそうだったじゃん。何言ってんの？コメント多いと嬉しいくせに、この恥ずかりかさんね。おしがりあ、おかしいでしょ。もっとまったりやりたいって言ってね、いつも。わがままでよ。わがままなんです、だから。ねえ。これね、どうせ時間経てば込めなくなるよ。うん、まあそうなんですけどね。ねえ、コメント。ねえ、なぜかね、短時間だけ。ねえ、何言ってんの？はい、165個目でさえします、こんばんは。ねえ、本当に。ねえ、なかなかすごいですよね。波が激しいっていうかね、コメントないときは全然ないのに。ああ、あるとね、多いときはね、本当にババババってあるし。こうやったら選ぶのだったの、はい。うん。はい。リテイさんの好みを当てるアンケだと思ってました。なんでそんなことで安定するの？毎回毎回。ピアノみたいな、なるほどね。どうかね。これで、勉強ちょっと上がったからあれかな。はい、こちら日の森です。どちら様でしょうか？あ、もしもし、天変のです。皆さんはいらっしゃいますか？今って何が？ピアノに見えてきた。いや、ピアノにしたら白字が少ないでしょ。おはよう、みなちゃん。ひょっとして今日も夏休みの課題してたの？今日はどうしようかなって思って。牢屋にも見える。エロシーンまだか。へい。ああ、ごめんね。邪魔しちゃったみたいだね。うん、不得意な科目もあるけど、まあ一応3年だからね。本当にお願いしたら迷惑ですよね。かかった。え？そうだね。男に二言はない。それくらい大丈夫さ。そう。本当ですか？帝王の手口に見事引っかかった。もちろん。あ、前にも言ったように毎日ってわけにはいかないと思うよ。でもなるべくミナちゃんの都合に合わせるつもりでいるよ。ミナの都合って言うと、そうだね。気が向いたらミナちゃんがこっちに電話してくれるとか、
できれば前日の夜に電話してくれるとありがたいかな。前の日に電話すればいいんですね。ねえ、そしたら、うん、その時に何も用事がなければ次の日の朝に現状を見てあげる。場所はどうしようか。こう男の部屋にね。それで構いませんか。ねえ、なかなか警戒感が薄いのかね。うん、そうだね。なんだか家庭教師みたいだな。先生、よろしくお願いいたします。任せといて。それじゃ細かいことはまた今度ね。はい、都合のいい時に電話しますね。さようなら。うん、じゃあまたね。まあ多分これで向こうからかかってくるでしょうから、こりゃ後戻りできないぞ。暇を見てこっちも勉強しとかなきゃ。どうして5万を、なんで5万を下ろすの、何のために下ろすの。はい、粉骨さんもいらっしゃいますが、まあ、何が恥ずかしいの、ゲームやってるだけでしょう。何があろうといつもの道を行く。なるほど、学力捨てがたくさんいるのか。まあ、たくさんか知らないでしょうけど、ちょっと上げといた方がいいでしょうね、前もって。まあ、別に学力低くても、あれかもしれませんが。任せといてください。何かわからないことがあれば、すぐに聞いてくださいね。ありがとう。頼りにしてるね。頼りにされちゃいます。それじゃあ、一緒に頑張りましょうね。あ、どうでした？ウェイターを押してみたかな？学力低いなんて、リアルと大違いですね。何言ってんすか？リアルも低いですよ。中卒ですよ。そうだね。まだわからないかな。強いて言えば失敗した時のことが不安かなって。何言ってんですか。ミナも最初は不安でしたけど、でも日を重ねるうちに少しずつ和らいでいきました。実は未だに失敗してお客さんに怒られることがあるんです。まあそんな客が昔からいたんですね。クレーマーが失敗のことを考えてたら何にもできませんし、お仕事も嫌になっちゃいますから。だからミナは失敗した時のことは考えないようにしているんです。ポジティブ。あまり考えすぎない方がいいですよ。そうだね、ありがとうミナちゃん。いえいえ、どういたしまして。これから休憩時間ですよね。ミナと一緒に休みませんか。考えろよ、休憩。失敗から学べよ。何言ってんのこいつ。もう少しミナちゃんの話を聞かせてもらいたいな。いいんですよ、考えない方が。さあ、9時までもう一踏ん張り。週末ってことで。あ、お疲れ様でした。お疲れ様、みなちゃん。これから着替えるところなんだね。今日は忙しかったので、ちょっぴり遅くなっちゃいました。それじゃあ、これから着替えますんで。じゃあまたね。さようなら。明日も頑張ってくださいね。やっぱり自分の部屋は落ち着くな。はい、テホーマルじゃないでしょ、ハオーマルさんでしょ。はい、安倍晋さんいらっしゃいませ、こんばんは。なんだピンポンドンドン、誰だ。誰だろう。はい、今出ます。はい、AD さんがします。こんばんは。犯罪者の王様、こんばんは。なんで犯罪者なの。恥ずかしくないのか。はい、リョータさんがします。こんばんは。別に、それがね。だって僕はね、別に皆さんが見たいからね、今やってんですよ。ね、皆さんがね、ピアキャロをね、まだね、やってほしいっていうリクエストが来てるから、やってるんだって。ね、別に僕個人がね、このゲームをね、まだやりたいってね、続けてるわけじゃないですからね。僕の前の人スルーした。AD さんいらっしゃいます、こんばんはって言ったでしょ。ね、
そうなの、うん、そうなの。そうですね。ありがとうございます。うん、はい、なのでは役へ進み、はい、本当にやりたくなかったらやらないくせに。何が、この葵さんも公約できんの、うん、もう公約しましたよ。うん、ねえ。まあ明日ね、定休日なんで暇あったらね、まあ、うん、ピアキャロね、5人目のね、とこまでもしあげられたら、あげときますよ。うん、どうしよう。さすが帝王、手が早い。延長から寝取って一発やりましたね。何のことですか。どうしよう。電話来ないんだったらその間に勉強しといた方がいいかな。多分当面はこれでこっちから電話する必要はないと思うんですが、今後ろから母ちゃんがこっそり覗いてるぞ。後ろはないですよ。実はピアケロ37周してる説ある。何ですか37周って。何のこと。201個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。あ、夕飯は、はい、餃子食いました。昨日の餃子残り。帝王様に後ろがない。なばかな。後ろがない人間なんていないでしょう。何個食いました。15個ぐらいかね、分からんけど。ゴーク、帝王の大好物。しや、ね、何言ってんの。何がゴークですか。ロングネックマンさんが後ろでビキビキしてそう。生がなしでしたか。何で15なのですか。これでミーティング。ちょっと待ってくれないか。これでチケットもらって。ゴーク、この餃子とか王将レベルの生産能力。はい、ゴークなんて王将全部でも1日じゃ作れんでしょう。電話ないね。わらわら。明日休み。誰くどくんの餃子の具誰。今攻略してんのはメインヒロインの妹の日の森美奈ですね。昨日のアンケで、ん、誰だろう、どっちかな、矢野シンジ。じゃあ日の森妹、そう、一応あの書いてあるでしょ今確か。最初書いてなかったけど、ほら、んねえ、下の説明のとこに、現在ほら、ねえ、いや別に、現在日の森みんな攻略中って、あとね、下に、うん、今まで攻略したキャラとか載せてますから、うん、ねえ、ちゃんとそこ見てください。うん、本当だ。ねえ、本当だ。本当だって、嘘ついてもしょうがないでしょ。どういう意味でしょうね。そんな何回も言わなくたってあれでしょ。本当だ、本当だ。いいから。優しい妹とか姉とか元気だからな。本当だ、本当だ。本当なんで本当ですか。なんかでも全然勉強のあれ来ないですね。本当だ、うんばば、本当のコートさ。てないさ、みんなちゃんと。日頃の行いが出るよね。何本当だ。殺すと書いてあるのも見つけてしまった。どこに殺すのが書いてあるの。本当だ。一発やったリストに変えといて。何がですか。やってない人も、やってないキャラ無理でしょ。マジで早く読んでほしい。嘘だ。本当だ。だって一発やったって、だってやってないキャラの方が多いでしょうね。やったの。何だかわからないけど本当だ。ね、今まで5人落として2人でしょ。はい、237個目探しますが、もう、はい、そうですが、240個目探しますが、まあ今日の森みんな攻略中ですが、まあよかったら、はい。いないか、バイト行ってんのかな、ちょっと待って、確かアイテムで。このスケベ。バイト行っても会えないでしょうね。んみんなは。やってないふりはやめてください。あのロリッコ。なんだよな、ロリッコ、まあロリッコですね。勉強しとこう。でも休憩しとくかな。勉強しとくか、先。
多分学力3まで上がればまあ大丈夫でしょう。もし勉強に誘いつけても。王将混んでるけど、どんだけみんな餃子好きなんだよ。え？さあ、そりゃやっぱ美味しいでしょう。ねえ。餃子嫌いな人ってあんまり聞かないですよね。ね。天一もいっぱいだったわ。天一？何ですか天一って。全然来ないね。警戒されてるのかね。ですら好きだもんね。晩ご飯は餃子でした。ね、僕も餃子でした。どちら様で、うちに来ないの。皆さんはいらっしゃいますか？史上最強の弟子。天下一品っていうラーメン屋。天一じゃなかった。行ったことないの？朝とか昼は定食はないから。ラーメン屋ってあんまり外食行かないですね。天下一品聞かない。ねえ、あ、みなちゃん、おはよう。起きてた？僕は半額のコンビニ冷やし中華とおにぎり。そう。こんばんは。256名様いらっしゃいませ。こんばんは。ピアキャラやってます。ほんとコメントですね。こんばんは。スープがドロドロの遅いよ。忘れてたの、この草間、まあ、僕。もう忘れてたの。うん。都合のいい日の前夜に電話して。いつでも OK だな。アホか、忘れてたんか。大丈夫この子ちょっと。じゃあまたねみなちゃん。今度遊びに行こうね。はい、大丈夫かやらかしてねこの子。体調落ちちゃったじゃん。バイト。嫌われてるって気づかないんだね。そう。じゃあ攻略ダメですかね。失敗してる。なかなかあれですね。クソ天然かと思ったらなかなか。一番好みなの誰？一番好み？最初に攻略したメインヒロインでしょやっぱり。ねえ。あのロリでしょ。何がロリですか。あのロリ PC 版いなかったでしょ。何が俺ですか。せいちゃん。言葉汚いよ、気をつけて。僕の言葉は今更でしょ。僕の言葉が汚いんですよ。これでみなちゃんあれして、あ、みなちゃんお疲れ様。店長、何が店長ですか。謝って。何を謝るの、意味がわかんない。つかささん、休憩時間に。みなちゃんはお仕事の前でしたからあまりお話はできませんでしたけど、ミナは朝来た時に謝ってあげて。嫌だ。あの、司さんってどういう人でした？そうだな、一言で言うと元気の塊みたいな女の子かな。すごく明るい性格だったよ。それじゃあ、あずさお姉ちゃんと同じだ。え？すまん。え？あずささんと、そうなんだ。なんであなたが謝んの？いえいえ。なんだそれで、いいえいえって言うの。それに、ミナにはとっても優しいんですよ。つかささんか。明日になったらいっぱいお話ししてみよう。それじゃあ、ミナは着替えないといけませんので。じゃあまたね。お先に、ミナちゃん。さようなら。気をつけてください。どうなんかな、攻略大丈夫かな、なんか失敗してる、もしかしてもう。ああ、ワンワンワンか。出た。電話するって言ってるんですからね。ねえ、これでも。レイオンさんは今、近さの時は、少し考えたら、と冷たい視線で。これ選んだら、不評が立ったでしょ、この間。ねえ、あれしたら。この間あれしたら、不評がついちゃったでしょ。ねえ。言いふらしたんですかね。ケイオさんにボロね、悪口言われたとか。あ、これは電話、あれかな、誰からだろう。ガチャ。抗議しろ。マジですか、ひでえやつですね。よーし、来た来た。カサちゃんとはワンワンエッチなんですか。あー、もしもし、ミナちゃん。ねえ、どうなんでしょうね。あの、明日
午前中にそちらへ行っても構いませんか？オッケーオッケー。勉強見るって言ってたやつだね。うーん、そうだな。もちろんオッケーだよ。待ってるね。すみません、無理を言っちゃって。いいのいいの。言い出したのはこっちの方なんだ。気にすることはないよ。それじゃあ、明日の9時でいいかな？はい。よろしくお願いします。ははは、それじゃあ、おやすみ。待ってるからね。おやすみなさい。ガッチャ。よーし、これで、こじつけた。ちょっと体調はあれですが。帝王さん、コーヒーに薬混ぜるんですか？なんで混ぜるんですか？なんで広告消されてギフトボタンだけあるのさ、はい、この星紙屋さんね。別に、ギフトよこせなんて言ってないから。帝王は水水派です。いいですよ。ねえ。こんにちは。いらっしゃいますか？帝王ちゃん、こんな陽気な子。うん、何ですか？鳥の梅。おはようございます。よろしくお願いしますね。ははは、いらっしゃい、みなちゃん。入ればこっちのもんよ。まずい。来てるってことを伝えるんだ。まずいね。あ、うん、別に構わないよ。それじゃあ待ってるね。お姉ちゃん起きてるかな？連れ込んでやっちまおう。そう、はい、お手伝いいらっしゃいませ、こんばんは。襲ったらバレちゃうね。それとみなちゃんは日の森の部屋のドアボタンを鳴らした。しばらくすると日の森が部屋から出てきた。ねえ。この子、なんでエナジーボンボン頭についてるの？なんででしょう。ああ、おはよう、日の森。お姉ちゃん、おはよう。今日は、お勉強を教わりに来たんだ。それでね、よかったらお姉ちゃん、あれが本体だよ。本体。3人で一緒にお勉強しようよ。3人気まずいでしょ。あ、みなちゃん？釘刺されそう。俺？何かな？ドキドキ。日の森がまっすぐな目でずんずんと俺に近づいてくる。ちょっとしたら かなり怒ってるんじゃ。俺の目と鼻の先まで日の森が近づき、そうして。ありがとう。ミーナのわがままに付き合ってくれて。あら、意外と、あら、素直。日の森。そうだね。さあ、始めようか。でもね、自分が姉の立場だったら、ね、あんなのとくっついて何か起きたりするんじゃないかってね、冷や汗もんだと思うんですが、ハラハラしてんじゃない内心。あ、学力上がるんだ。あ、体調下がった。みなちゃん、もう12時だよ。そろそろバイト行く時間だ。いつの間に？気づかなかったの？はは。それだけ集中してたってことで。今日はいつもよりはかどりました。ありがとう。セックスやるしかない。何言ってんの。そうだね。結構いい具合に進んでたね。特につまずく問題もないみたいだったし。あの、ま、この子が帝王の一押しキャラか。一押しじゃないですよ。一押しがなんでこんな6人目になるんですか。もちろんだよ、みなちゃん。また電話して。いつでもいいから。それじゃあ、一緒にお店行こうか。まあ多分これで大丈夫でしょう。まあ多分あと適当にイベントね、こなしていけば。今日は頑張りましょうね。それじゃあ、また後で。こいつレミリアみたいなポーズしてるな。今日はキャッシャーだったな。すぐに着替えちゃう。帝王もうお風呂覗いた？何言ってんですか。お風呂？温泉でしょ？ごちそうさま。何でしょう、お会計？
あ、りょうこさん気づいてる？なにこれ？キャッシャーン。うん、キャッシャー。よし会計ちょろまかそう。ダメでしょ。ねーんで。あ、みなちゃんお疲れ様。やらねば誰がやる。何言ってる。伝言版見ましたか？旅行の行き先が決まったみたいですよ。あ、まだ見てない。なんて書いてあったの？なんだと山になっちゃったのか、残念だな。夏の温泉っていうのもいいんじゃないですか。みんなはもともと山。ここでオフ会やろうぜ。できる。そういえばみんなちゃんは山派だったっけ。今からすごく楽しみです。たくさん思い出ができるといいですね。それじゃあみんなはもう着替えますんで、お疲れ様でした。うん、お先に。みんなちゃんまた明日ね。大丈夫かな？体調がちょっとやばいんですが。明日何もなきゃね、明日休憩して回復できるけど。体調ゼロになっちゃうとなんかね、バターン休止してなんか、バイトサボってなんか不評とかついちゃうかもしんないから。まあ多分電話かかってこないから大丈夫でしょう。一応セーブして。で、しょうがない、休憩しよう。うん、ステータスはまんべんなく上がってるから、そんなに多分ね、必要なパラメータも低いでしょうから。フルフレーターにもなんとなく慣れてきた。これから頑張りどころだな。ああ、これか。うん、ねえ、これが、前に、あれしてた女の子。まあ、あんまりなんかね、アンケートでは選ばれなかったですが。さあどうかな。これであとなんかデートとかあんのかね。あ、みなちゃんお疲れ様。赤髪漫画家人気ないんですか。そうね、少なくともアンケートで。漫画ね、やっぱはストーリーじゃない、やっぱね、読んでて面白ければね、多少絵がね下手とかね、そういうのあっても気にしませんよ。まあエロ漫画だったらね、やっぱりね、もう絵でしょうけどね、やっぱり画力でしょうけどね。なんでですか。うん、構わないよ。送っていってあげる。このスケベ。なんでですか。皆さんだってそうでしょ。好きなエロ漫画は？エロ漫画。ねえ、どうでしょうね。みなちゃん、夏休みの課題はどう？順調に進んでる？何言ってんの。俺も似たような感じだよ。そうそう、本腰入れないとまずいかもね。何時コンビニ。コンビニはもう僕は最近利用してないですが。はい、303個目さえいらっしゃいませ。こんばんは。ハンターの続き早書いて。僕の絵描いたって。ねえ、落書きの時のあれよりもっとひどいですよ。もちろん、また電話して待ってるからさ。それじゃあみなちゃん、気をつけて帰るんだよ。はい、ありがとうございました。うん、おやすみなさい。今度どっか遊びに行こうね。住めば都、やっぱり自分の部屋が一番落ち着くな。お持ち帰
りしないの？ねえ、できないですね。帝王はどんな一周を出すの？さあ、どんな一周？一周ってね、自分は慣れてるからね、気づかないもんですよ。どうしようかね。体力上げとく？休憩もおかしとくかな。何言ってんの？サリンだったら死ぬでしょ。ね、うちの家族なんか特に犠牲になってますよ。通報しておくね。何が通報ですか？マジで大衆は気にしないとあかん。まあ確かにね。にねえ、それは人とね、あれするんだったらね、やっぱり大衆。仕事帰り、まあ多分ね、やっぱ出かけた帰りでしょうね、もしあれだとしたら。まあね、コンビニもね、なんか7月からね、レジ袋出したっけ？なんか有料になるみたいですからね。でも仕事帰りだとどうなんですかね。エロゲー生主はコツ？生主じゃない、いやエロゲーそんなにやってないじゃん。312個目さえいらっしゃいませ、こんばんは。ね、一応これサターンの家庭用ゲームですからエロゲーじゃないですから。ポケット袋みたいなのが流行るのかね。どうするんですか皆さんは。ね、気軽にコンビニもね寄れなくなるんじゃない。ミニストップはもう有料になってるよ、レジ袋。皆さんは有料行かないから関係ない。これクリアしたら次のエロゲー何ですか？なんでエロゲー限定なんですか？僕スーパーですもんね。レジ袋有料のとこは行かない。レジ袋いつも携帯してるよ。まあ携帯してていいんでしょうけどね。コンビニは金を下ろすか電気代振り込むとかしか利用しないな。サターンだからエッチでじゃないって判断ですか？そうですね。日の盛り上げはウエスト細いな。で、どうしようか。野々村。帝王のウエスト何センチ？僕のウエスト、内緒。今夜こそ帝王を刺して私も死ぬ。何回チャレンジしてんの？はい、325ミサイルいらっしゃいませ、こんばんは。150かな？だいたいね、多分。いいよ、バーチャルカメラマンやろうぜ。何ばあちゃんは。あ、これ旅行のあれか。まあこれ多分ね、みんなは行くでしょうから、もちろん参加に決まってるよ。100cm 超えてるって相当だな。そろそろ刺されてあげろよ。だって体重ね、148キロですからね、今。収作までやれんでしょ。ガチのエルリやったらバーになっちゃうでしょ。リコートさんいらっしゃいませ、こんばんは。チンポもそろそろ切断されてあげて。何を言ってるの。何がされてあげて。148？ だいぶ軽量化しましたね。だいぶか知りませんが、まあ確かにね。160とかあったことを考えたらね、2年で。ねえ、今12キロ減ったってことですからね。少し痩せた。だって配信始めた頃がだいたいね、160ぐらいでしたからね。ねえ、2年、ねえ、12キロ。誤差じゃないでしょうけど。ねえ、それでね、ちょっとずつ減ってたね、もしかしたら。山本さんは 250kg 超えてたんだっけ。そうなの。ご主人男性2人分程度になったんですね。そうですかね。また電話来ないかね。また電話しなきゃあれなのかな。もう10年続けたら30キロになるね。30キロになる。だからちゃんと測れる体重計かい。もうちょっと減ったらね。これからリバウンドに期待してます。皆さんはいらっしゃいますか？みなに何かご用ですか？また勉強しない？あ、みなちゃん、旅行のことで電話したんだけど、少しいいかな？はい、もちろんですよ。楽しみですね。普通の体型だったらマイナス12キログラムとか大減量だな。そりゃそうでしょう。エッチしたいです。給付金で買えるじゃん。給付金でいいですよ。
あ、俺もだよ。諦めてた海だから、やっぱり嬉しいよ。海へ行くんですよね。うん、行くと思うよ。みんなと一緒にね。楽しい思い出ができるといいですね。はは、そうだね。きっとできるよ。それじゃあまた、電話するね。バンザイ、うん、はい、トドさんいらっしゃいませ、こんばんは。なんで白鵬なの？そう、ナバがな。給付金の前にアベノマスクが来たわ。うん、ああ、なんかね、言ってましたね。でもうちまだないですけどね、マスクに関しては。給付金はね、申請の書類届いたんですが。もうこんな時間か。そうそう、出かけよう。マスク来た。ねえ、いいですね。確認はいい。これであれか。確かデザートがあれでしたね。ミナの方ですよね。まあ、平らげしてる、そんなあなたは。そんなあなた、何ですか？はい。352個もセンシャムセン、こんばんは。でも、親は欲しがってますよね、マスクなんか。あそこだな。はは、みなちゃん。底辺の王と書いて。帝王と読む、新帝王です。わー、すごい。こんな種類があるんだ。え、マスクを、どういうこと？なんで？アベマス遅すぎてあんま意味なかったね。いやでもまだね、マスクはね、外せないでしょ。でもこれすごい量だよ。みなちゃん、こんなにたくさん食べられる？それが大丈夫なんですよ。みんなとっても幸せ。俺も昨日作ったカレー食ってる。一晩寝かせたカレーってなんでこんなに美味しいんだろうね。さあ、なんででしょう。帝王はマスクを食べるから。ははじゃあ、俺も残さずに食べなくちゃ。それじゃ一緒にいただきましょう。このメス絶対太るわ。そう。腐りかけてるからじゃない、そう、実際マスクって効果あんの？さあ、割とマジでカレー久しく食べてないな。あんな、まあだからマスクってほら別にその感染を予防するんじゃなくて、自分が感染した時に他の人にね、うつさないようにするための、それですから、予防じゃないんですよね。そんなに急がなくてもなくならないよ。なんで筋肉マスクなんですか。だからその辺ね、自分がね、他の人にね、迷惑かけたくないってね、気持ちをね、あれしなきゃ。自分は防げないわけね。まあ、完全には防げないでしょうね。じゃあいらにゃん、どんどん感染させたい。何言ってんの。街中で朝鮮人がマスクしてなかったりでイラとくる。なんで朝鮮人とかわかるの。したいやつがいたらマスク外せばいいよ。そう、まあね、別にね、法律でね、しなきゃいけないって義務化されてるわけじゃないですから。みなちゃんのあどけない笑顔を見ながら食べるデザートはまた一段と美味しく感じられた。もちろん会話も初めに弾んだ。そう、いや、いらないけど。コンビニやスーパーにマスクつけずに入ったらお物でも見るような目で見られるよ。だから僕はもちろんね、自分がね、感染したくないっていうのもあるし、やっぱね、あれですから、出かけるときはね、もちろんね、今でもね、マスクはしますよ、当然。ね、たとえ夏場だろうと、夏場辛いかもですがね、何を言えば、食べるのと話すのに夢中で各デザートの採点をするのを忘れてしまったことかな。でもお世辞抜きにみんなとても美味しかった。ドルを出すにしてもお客さんはきっと喜んでくれるはずだ。まあマスクするかどうかはね、自己責任でね、あれしてくださいと後で涼子さんに報告しておこう。それよりも今もう少しみなちゃんと一緒にこうしていたい。これからの時期熱中症で死者出たら外す人が増えそう。この先ずっと外出が熱中症で、症でってなるのも辛いね。ねえ、やっぱり夏場はね、結構、ねえ、お店の試食じゃなきゃなく、今度はちゃんとした形でみなちゃんと食事がしたいな。帝王はバナナが好きです。何のことですか。エッチはまだかね。まだでしょ。
どうかね、今日一日で終わるかね、結構イベント多いでしょうからね。香港かなんかの大学でのマウスを使った研究で何も対策しない場合と比べ、ティーカゴをマスク素材で覆ったら 30% の感染防止。カレーに多いですか？しないよね、した方がね。さあ、どっちのカレーかな。何言ってんの？エッチシーン以外吹っ飛ばしていいよ。何言ってんの？なんで皆さんそういう会話とか何興味ないの？ 30% 防止で 30% スパロボだとかなり避けられる数値だな。ピアキャロニって1と何が変わったの？そりゃ登場するキャラじゃないですか。ねえ、帝王の手口を覗いてるよ。何言ってんの？感染したマウスを入れたカゴの方にマウス素材で覆った場合 60% の感染の防止。マウス素材？帝王はキングクリムゾン使えるん？使えるわけないでしょ、スタンド使いでもないのに。香港とポンコツ手じがみすぎ。へえ、そう。マスク素材、自分は深めのフライパンで 2,3 皿分だけ作ってるよ。そう、あんま多く作りすぎても消化する前に傷んじゃうからね。まあ確かにまとめて作る方がね、料理する手間としてはいいでしょうけど。あ、そうだったね。早くみんなのところ行かなくちゃ。駅までの家庭を吹っ飛ばせる男。家庭飛ばしてないでしょ。ちゃんと会話見てるでしょ。なんで皆さんその何、エッチができれば何、家庭なんてどうでもいいって人なの？誰だ？みなちゃんかな？そうだよ。そうだよって、あっさりはっきり言いますね。飛ばしていい。そうなの。本当に。そうなの。私たち直、笑。直なの。すみません、起きてましたか？うん、大丈夫だよ。ちゃんと起きてた。お勉強を見てもらう。素直、笑。明日は大丈夫でしょうか？そうだね。方法謎。どうでも良いのだ。どこのカードですか？もちろん OK に決まってるよ。結果が全てだよ。時間は9時でいいかな？大丈夫です。遅れないように行きますね。AV だって。そうだ、みなちゃん。明日もし晴れたら勉強の後にどっか遊びに行かない？何言ってんの？遊園地の券とプールの券を持っているんだけど、どう？はは、それじゃ決まりだね。明日は晴れるといいな。H を L まで家庭はどうでもいいって、帝王。何が H ですか？やめればよかろうなのだ。そうなの、皆さんね。それじゃ明日を楽しみにしていますね。帝王はロールプレイ中。何言ってんの？うん、おやすみ、みなちゃん。かっちゃ。はは、明日が待ち遠しい。あ、でも雨が降ったらどうしよう。まあ、このゲーム雨ってないですからね、多分。感染の方にマスク素材の場合でも結構感染予防に効果あることに学者がびっくりしてたよ。へえ、ねえ。だそうなんでね、うつりたくないんだったらね、マスクしといた方がね、無難でしょう。来た。おはようございます。起きてますか？はは、いらっしゃい、みなちゃん。時間ぴったりだね。本当はもう少し早く来るつもりだったんですけど、ちょっと道に迷っちゃって。遅れたらどうしようかと思っちゃいました。今日は一日で課題を終わらせて。男の家に来るとか積極的やね。うん、任しといて。ビシビシ行くからね。なので、両方のマスクの状態ならかなりの効果期待できるのでは？なるほどね。俺喘息持ちだから感染したらマジでやばいことになりそうだな。ねえ、そういう疾患持ちな人はね、なおさらやばいでしょうからね。みなちゃんの勉強を見て荒れると言った手前、こちらも真剣に取り組まないと失礼になる。本当はちょっぴり淡い期待を抱いていたんだけど、この子はそんな邪念は振り払って真面目に、行こう。変なのじゃないでしょう。ああ、その数式はね。あ、待って先生、もう少し自分で考えてみる。
ん、そうだね。じゃあもう少し頑張ってみよう。あそこの玉みたいな形。あの数値が Y に代入されるから。あ、違う。頭に知りついてる。ゴシゴシ。みなちゃん真剣だな。よし、こっちも負けないように課題を進めてよ。先生。ん？どうしたのみなちゃん。あの、やっぱりわかりませんでした。アホの子か。はは、それじゃあわかりやすく教えてあげるね。まあ終始、和やかな雰囲気のまま時間が進んでいった。こっちも少し家庭教師気分になれてすごく機嫌がいい。しばらくすると可愛い生徒が可愛い声で次の質問してきた。何がですか？アホの子は嫌いなの？いや、僕もアホの子だから。またわからないところがあった？遠慮しないでどんどん質問してね。勉強のことじゃないんですけど、質問していいですか？ほう、うん、どんなこと？せっかくの休みの日にミナのお勉強に付き合ってもらっちゃって、来たー。迷惑じゃなかったですか？何おっしゃる。恥ずかしいからミナのわがままを断れないんじゃないかなってちょっぴり心配になっちゃって。それは考えすぎだよ。ちっとも迷惑なんかじゃないよ。もともとこっちが見てあげるって言ったんだからさ。今日は予想が途中で止まるね。立ち見席だとこんなのなんですかね。わかんないですね。この子なんで頭に玉袋つけてんの？どうなんでしょうね。僕もわかんない。僕もね、あのさっきのね、夕方の休憩の時に配信見てたんですがね、ちょっとなんか若干ね、重いのかわかんないけど読み込まなかったりとかありましたけど。程度だったとの研究の記事が出てます。最近時々くるくるなる。最近ぐるぐる多くね。どうなんでしょうね。配信してる人が増えてんのか、ニコニコのサバがさらにね、脆くなったのか、どうなんでしょうね。今なった、笑、うん。こうしていられるのも、夏休みの間だけなんだ。まあね、配信がね、一番多い時間帯でしょうからね、特にこの夜。あ、校舎です。あ、おかえりなさい。うん、重いのは絶対じゃないだろ。そう。みな、寂しい。寂しい？帝王の手だから混雑してるんですね。うん、まだな。まだ100人しか来てないでしょうね。みなちゃんは何やら真剣に書き始めた。ちょっと俺が覗こうとすると。ねえ、100人しか来てないね。なんでコメントが400も伸びてんの、おかしいでしょ。自分もさっきなりました。自分だけじゃなかったのか。回線が遅いからかと思ってた。回線は違うんじゃない？だって僕の配信そんな多分ね、高画質のね、配信じゃないから。そんなに負荷かけてることないと思うんですが、と隠されてしまう。ただすごく気になる。ええ、フォークね。いいですよ。ニコニコが弱いから。フォークも来るわけないでしょ。それじゃ先生、お勉強の続きを始めましょう。コメント来すぎて今日米火何回落ちたの？うん、米火は落ちてないですけど。何がゴークですか？ねえ、コメント落ちたってね。ゴーク。大手さんに比べたらこんなもんね、コメント数だってビビたるもんでしょ。みなちゃん、もうお昼だよ。一休みしよう。気管支喘息患者が注意していたからなのか、気管支喘息の治療や治療薬の影響なのかが注目されるって出てましたよ。そうなんだ。放送車の質量と回線の重さは比例する。絶対ない。仕方ないよ。まだ日にちは残ってるんだし。またいつでも勉強見てあげるからさ。俺は思い出すマラソンにゲームするならやるなと。帝王のことじゃないよ。マジか。Y の知り合いの放送こんなに人来ないぞ。知り合いの放送こんなにって言ったってね。でも、任しといて。さーてと、王はどうしようか。このまま勉強の続きをするか、それとも。みんな晴れてたから水着を持ってきました。でもみなちゃん、課題が終わってないのにプール遊びに行っても平気なの？いや、その人だ、多分ほら、やっぱりほら、一日ね、1時間とか短時間しかしてない人なんじゃないの？僕みたいにね、一日ね、10時間近くね、配信ね、ほぼほぼ毎日やっててね、あれだ、こんなもん大して少ないでしょ。みんなすごく楽しみにしてたのに。じゃあプール遊びに。
マイクなしとか、喋らずにボイロに喋らせてるやつもたまに見かけるよね。マイクなしその帝王は楽しそう。マイクなしはまあなんかいろいろそう。6時間放送しててコメントない放送とか。毎回いついるのは絶対ないでしょ。だけで喋らない。ガンプラしてんだね、知らない人。だ明日ブックオフにゲームね、探しに行きますよ。で、時給は時給。時給。え、なんで時給今30円ぐらいじゃない。あー、みなちゃん、嘘泣きだったな。いないいない、そんな人。はは、倉庫版も探してくるんだよ。今度の昼からは何のゲームするの？倉庫版？一応、何はろ今、決まってるのはとりあえず、のハンブラビとか組めばあの、グランディアと、引きこもりがブックオフへ行くんか、わらわら。なんで引きこもりじゃないですよ、別に。ブックオフとはね、グランディアと、あと渋谷に決まったんだよ。ねえ、グランディアと川持ってないから、そんなに楽しそうにしてますかね。というわけで、ねえ、もうねえ、僕もゲームによってはなんかね、ねえ、自分が楽しんでやってるつもりでもね、なんかね、ねえ、つまんなそうにやってるとかね、言われますよ、本当に。というわけで、トゥモローワールドまでやってきた。今日はもう誰かなんて言おうとたっぷり、誰がなんて言おうとたっぷり遊ぶぞ。さあ、そうよ。さあ、僕やったことないから、グランディア。そう。ねえ、有名なところ。まあ、そういうわけであれね、そういうのもあるんで、明日はね、ちょっと定休日で。RPG って誰か言ってましたね。もう君って年齢じゃないような。考えてる時は喋らないからつまらなそうに見えるのかもな。まあ、多分ね。帝王様はスーちゃん好きだろうね。スーちゃん。応援団のスーちゃんはマジで可愛いから期待してる。そう。みなちゃん、まだかな。そうはそうは。あら、可愛い。みなちゃん。帝王くんとか言われたら嫌でしょ。田中よしこさんのことじゃないよ。田中よしこ、すごくかわいい。みなちゃんによく似合ってる。何が本体ですか。ああ、本当になんてかわいいんだろう。せっかくのデートなんだ。なんとかみなちゃんにかっこいいところ見せたいな。失敗は正義。もう少し股間の部分をアップしてくれませんか。できませんよ。腹部が見えない。何無茶振り。危ないからやめとこう。これどうしよう、行っちゃう。何刑事じゃないでしょ。アップできないんだから。ふふ、当然だな。ここでビシッとかっこいいところ見せるのは男ってもんだ。いけいけ。でもちょっと心配だな。どうかね。大丈夫かな。多体力でしょ、多分。結構高いんだな、下から見てたら。大したことないと思ったのに。機械室もかっこ悪いし。行くぞ。どうかな。体力どうでしょう、パラメータが。あ、大丈夫かな。成功ですね。あはは、それほどでも。次は向こうにある滑り台に挑戦しよう。あれだったらみなちゃんでも大丈夫でしょ。前に一度だけ飛び込みだから。心臓バクバクだったわ。この後亡くなったんだよね。誰が帝王生きてたんですか。お昼来た時はいなかったので、今は帝王のプレイ動画ですか。497個目さえいらっしゃいませ。ごめん。昼間ちょっとごめんなさいね。寝坊しちゃいました。申し訳ないです。帝王は冬の水飲み干してから飛び込むから。これ？ん？これ午前中に何か書いてたやつじゃない？あの、今すぐ読んでもらえますか？何？なんて書いてあるんだろう。王様さんへ。夏休みの間、みんなの優しいお兄ちゃんでいてください。お兄ちゃん、お兄ちゃん？恥ずかしい。本当恥ずかしいですね。わかった。約束するよ、みなちゃん。さあ、どうでしょうね。危ないですね。よかった。大丈夫、よかったですね。
そりゃ 1500kg 飛び込んだら波がすごいよ。そう、1500もあったらそりゃすごいでしょ。デブお兄ちゃん、それじゃあそろそろ駅まで送っていくよ。こんな若い高校マスとか、この帝王はほんまに、この帝王はほんまにきついわ。いい響きだな。わらわら、何言ってんの。学力があったんだ。勉強、午前中の勉強かな。駅をかけろ。ね、何言ってんの。帝王は水泳したのはいつ頃ですか。ねえ、だって水泳なんてね、だって中学ねえ、スーパーミンね、なんかよく言われますけど、中学ねえ以来やってないでしょ。でもスーパーミンってなんかでもサタンじゃない、サタンっぽくない、うん、ねえ、パッドのねえ、僕の手持ちの見てるとねえ、だってこれ98年だしねえ、ましてやこれサターンのゲームだしねえ、あれはサターンでしょ多分。どうしようかな、サターンジョギングでもしとこうか。コントローラーがサターンっぽいね。ねえ、スーファミよりはサターンでしょ。ってことは海とか行かない感じか、行かないでしょ。ねえ、体重150キロのデブがね、海なんか行ったらね、わあ、トドだ、聖地、ね、聖地がいるわとかね、馬鹿にされるでしょ。待ってください。ああ、みんなちゃん、おはよう。ねえ、それこそね、相手もないしね。それこそね、一人で行ったら多分、不審者扱いになるでしょ。ねえ、あんた一人で来てるのとかね、なんかね、何ですか。いつもこの時間なんですか。そうだね、だいたい45から50分くらいかな。覚えてよかった。今日も頑張りましょうね。あ、そういえばボビカラーが白のサターンもあったんですね。サターングレイってイメージが強いけど、僕は白かな、ね、僕はスパロボの頃入った口だから、あんまりグレーの感じですね。はい。何が無理ですか。失礼な。なんで皆さんそんな海毎年行ったりすんの？ねえ。気がむ、まあ。それはタバコかなんかじゃない？ガンガン来るね。あ、もうそんな時間？うん、いいよ。今年は行ったぞ。え？え？知らない。わかんない。それは聞いたことない。そんな、みなちゃんに取りに行かしたら悪いよ。俺がもらってくるよ。どう？いや、今年じゃなくても、何？そんな何？何？結構な頻度で行ってる人いるの？っていうか、行くの？じゃあ、二人でもらいに行こう。ね？帝王もたまにハマグロぐらい釣ってきてやりなよ。何がマグロですか。黄ばむのってやっぱ闇が原因なのかな。多分タバコじゃない。休憩は終わりか。9時までもう一頑張りだな。僕はタバコ吸わないからね。海の側は通るけど行かないな。ねえ、今日も何度か仕事でガンガン攻めてこう。お台場の海行ってね。日の森とみなちゃんのタイムカード押してある。二人とももう帰っちゃったみたいだな。帰っちゃった。なんか嫌だな。会えなかったって。ちょっとなんか嫌ですね。なんか、お台場の海行ってやべえくらい。帝王海水の腕吐きそうになったことある？なんだろう、海行ったなんて本当に、なんだろう、海行ったなんて本当に子供の頃ですよ、多分ね、ちっちゃい本当にね、四国に住んでた時でしょ、確か記憶あるの。その一回だけじゃない、海なんか、海水浴。ね、すごいしょっぱいね、あれでしたね、その記憶はあるんですが。四国に住んでた？家族って海行かないよね。それはいかんでしょう。
ね、海で、海じゃないけどね、ね、何もなきゃね、外なんか行かんですよ。出身だったのか。出身はまた違うんですけど、なんで地獄なの、どうしよう。転勤族だもんね。四国の海から泳いで北海道に移住したのか。バカじゃないの。あ、もしもし、底辺のです。皆様いらっしゃいますか。何がカツオですか。あー、みなちゃん、おはよう、起きてた？ちゃんと起きてましたよ。夏休みの課題をしてたんです。そうだ、勉強を見てもらうにはみなの方から電話すればいいんですよね。また同じかよちゃん。うん、都合のいい日の前夜に電話して、いつでも OK だから。わかりました。その時はよろしくお願いしますね。じゃあまたね、みなちゃん、今度遊びに行こうね。電話で優しさなんですね。すごい女だ。何言ってんの。さあ、12時だ。帝王なんて夏休みの課題してないの、うん、課題なのもういつですか。あれ、ジョークさん、これ、うん、これはいいか。で、スケジュールか。ウェーターキャッシャーでいいと思うんです。あー、どうして放送少ないの？放送、いっぱいしてるでしょ。はい、544個目されします、こんばんは。なんで収録で1日ね、10時間近く配信してるのに。何が不満なの？何が不満なの？うん。ねえ。ひどいですぐは。何がひどいですか。これ以上配信しろとか、死ねと言ってるようなもんでしょ。もうすぐ何が悪魔ですか。むしろね、もうちょっと減らそうかなって思ってるぐらいなのに。こんばんは。は？ははじゃないでしょ。は？はじゃないですよ。ねえ、ちょっと体調の問題ね、ちょっと体調。若干良くないとこもあるからね、うん、ちょっともしかしたらってこともあるかもしんないんで、うん、体調の問題ならしゃあない、うん、だから運動しろって言ってんだろ。知らないですね。まあ年取るとね、やっぱりどうしてもね。ははおはよう、みなちゃん、日の森もおはよう。おはよう。りょうこさんとあおいさんは車を借りに行ってるわ。6時30分にはここへ来るって言ってたわよ。うん、それじゃあやっぱり運転はあおいさんかりょうこさんか。正直と同じく休むのは迅速だけど追加はないんですね。体調の問題があって減らすって言ってるのに追加ってどういうことですか。ところでもうみんな集まってるの？リングフィットやろうぜ。リングフィット。せっかくスイッチ持ってるんだしさ。だってリングフィットやるスペースがないですもん。姉妹丼はないですよ。サナイさんと神楽坂くんも旅行へ誘ったけど、今回は外せない用事があるからって、結局今回は6人で行くことになったの。そっか、残念だな。お姉ちゃん、みんな司さんを呼んでくるね。そうね、あとは司さんだけだから。それじゃお願い、呼んできてみんな。うわあ、そしたら気まずくなる。あ、俺が呼んでるの、どうでしょうね、まあいい。呼んでみましょうか。え、でも、いいんですか？うん、大丈夫。それじゃあ、すぐに呼んでくるからね。あ、これ重い荷物か。旅行で。あ、そうだわ。あなたは免許を持ってない？確か
もう18歳になっていたわよね。うん、車の免許ですか。実は持っているんです。本当嘘。うん、たまにはこっち選んでみましょうか。ぐるぐるしたぞ。ね、思いみたいですね。先日が誕生日だったんで、3ヶ月前から、通って免許を取ったんです。取り立てのほやほやで良ければ運転しますよ。女性生主がリングフィットやる配信見たら喘ぎ声にしか聞こえなくて笑った。もう、聞き捨てならないわね。まあ、でも、運転してくれるんだったら、ビールが飲めて言うことなし。みんな、運転手が決まったわよ。車に乗り込みなさい。でもね、取ったばかりのペーパードライバーでね、こんな、ね、他の人乗せて運転って結構スリルでしょうね。それじゃあみんな、一応シートベルトをつけてって、もう始まってるよ。この二人だと、葵さんかね。もうお酒飲んでんでしょ。平気ですよ。みんなくつろいでてください。あ、そうそう。ビール買っといたから、渡しておくわね。はい、あずさちゃん。はい。未成年だっつうのね。運転手にお酒は禁物です。ね、今だったら完全にアウトですからね。はい。発表されたらどうすんのね。こんなね、家でぐったりのんびりできないでしょ。はい。双葉球さん。はい。お久しぶりかな。いらっしゃいませ。はい。なんでともみいないの？え？ともみは中学生だから。だって、ともみはほらね、あくまで、バイトじゃないからね。外で、すごい、ね。見てみたいですね。はい、567個目さんもいらっしゃいませ、こんばんは。もう、葵さん。ほらほら、みなちゃん。私の酒が飲めないの？みな、お酒飲めません。早速、見たけら見せてやるよ。何のことですか？ねえ。これだったら、葵が運転した方が安全だったかもしれないわ。わ、固定王様。はい。疲れたし、あーどうも、はい、猫の神さんも、はい、いらっしゃいませ、こんばんは。疲れたかもしれませんが、死んじゃダメ。そろそろ出発してもいいでしょうか。まだ打ちてなかったの。励ましてあげて。ねえ。道案内は私がするわね。順路は一応、昨日のうちに把握しておいたから任せてちょうだい。悪いな、頼むよ、日の森。こうして善と多難な旅行が始まった。とりあえず無事にたどり着くことを、だけを考えよう。すごく心配。1時間半かどうかね。このペースで1日で終わるかな。おお、これぞまさしく、はい、来ててよかった。あ、海だ、すごいすごい。みなちゃん、よっぽど嬉しいみたいだね。はい、どうも、いらっしゃいませ、こんばんは。ねえ、次もすいませんでしたが。3年。早く水着に着替えなくちゃ。後で一緒に泳ぎましょうね。うん、そうだね。じゃあ、そろそろ民宿へ行こうか。寝坊したの？昼間ね、寝坊しました、30分ぐらい。ここが葵さんの知り合いがやってる民宿か。3日間お世話になります。うわー、結構味のある部屋だな。やっぱり民宿はこうでなくちゃ。あれさ、泳ぎながらさっき着替えたらすぐに考え行こう。あなたは疲れてるですね。さあ、ね、疲れてるんですよね。だから、わりお絵描きが寝てる帝王ばっかりで笑えました、ね、よし、出かけよう、へえ、それはわらわら、キョロキョロ、海岸に集合って言ってたけど、みんなどこにいるのかな。仕方がない、探しに行くか。で、これでみんな、あれ泣いてる。どうしたの、みなちゃん。
ぼっちでみんな何も泣かなくても高一が知らない年で一人ぼっちは心細いよね。じゃあ一緒に行動しようか。お願いします。みんな寂しいのは嫌。そのうちにみんなと会えるから心配ないよ。絶対にはぐれちゃ嫌ですよ。今日は100回行った。ねえ、聞いてない。もちろんだよ。そうだ、ボートでも借りてこようか。沖まで少し出てみない？うん、みんなボートに乗りたい。一緒に借りに行きましょう。ヒャッハーなんてね、言う機会なんてあるんですか、日常的に。大きな波が来た時はびっくりしちゃいましたけど。でもすありますよね。ないでしょ。どんな時に言うの？なんだかみんな一人だけわけ言ってましたね。うん、ありませんよ。そこがみなちゃんのいいところだよ。こっちも一緒にいて楽しいしね。何言ってんの。さてと、それじゃあボートを返してくる。そしたら短く帰ろう。あ、みんなも一緒に行きます。置いてかないでください。あー、よかった、やっと見つけたわ。今頃来たか。どこにもいないからすごく心配したのよ。あ、でも本当によかったわ。お姉ちゃん、これはいい。そう、日の森、ごめん。そのうちみんなと会えるかと思ってたけど、つい、うん、今から狙いをあずさにしますか。一回攻略したでしょ。今までミーナと一緒にいてくれたんでしょ。片方ひもないやんけ。手を送ったな。なんで来るの。完全に迷子の子供やんけ。わら。それじゃ二人とも先に民宿に帰っててね。みんなに心配かけちゃってたんですね。日の森たちに悪いことしたかも。とにかく後でみんなに謝ろう。みなちゃん、覚悟しとこうね。やだやだ、今からあずさにして、うん、明日休みでね、あれだったらほら YouTube に動画ね、あげられたらあげときますから。マジか、予定大祭典だな、うん、あ、今日は楽しかった。さっきと食事も済んだことだし、あ、そういえば葵さんが夜何かやるって言ってたな。呼びに来てくれると思うから、それまでくつろいでよ。まあ多分これ花火でしょう。扇風機が昭和を感じる。そう。俺はあそこにな、みなちゃんじゃないか。おーい。あれ？まだ泣いてる。今は寝ないもんな。どうしたの？え？は？え？羽が？え？あ、あるんでしたっけ、そんなの。昭和な扇風機だったね。ね、明日休み？はい。平日じゃなかったって。水曜日、今定休日でお休みにしてるんですよ。うん、どうしたの、みなちゃん？みんな、じゃんけんに負けてお買い物に行ってきたんです。じゃんけん。負けないといいなって思ったけど、ちゃんとろうそくがあったんで買ってきました。ろうそく。配信の休みってことね。そうですね。定休日の定は帝王の帝、うん、そう。すぐに始めるらしいから、部屋に戻ってください。あれか、怪談話か。というわけで。まあ、これ前聞いたんで、スキップしますね。そう、適当。元気の G は始まりの G？ そう。まあ、このあたりはね、葵の攻略の時に。でもダイソン乗って結構高いんですよね。知らない。わら。そう。はい、おかあぴさんもいらっしゃいませ、こんばんは。怖いよね。高い。
あ、ここで回復するんだ。よかった。働きたくないね。僕もね、嫌ですね。俺でまた会えばいいのかな。テイちゃんの好きな歌教えて。好きな歌って言われるとあんまりピンとこないですね。まあね。みなちゃんの製品って例外に。あつさんと一緒じゃなかったの？暴枠の SE です。君がよ。何や暴枠の SE ですか？君がよ。今日は特別に行動することにしたんです。お姉ちゃんだったら浜辺で日光浴してると思いますよ。なるほど。じゃあ今日は二人で行動しようか。今日もですよ。ははそれじゃあどうしよう。早速海へ入ろうか。それとも、ウータンクラ何ですかそれ。と話をしていると、俺とミナちゃんの横を一組のカップルが通り過ぎた。とても幸せそうに腕を組んでいて、会話は交わさず、目と目で語り合っているような熱々のカップルだった。おかぴさんは、どんな SE ね。俺とミナちゃんはなんとなくそのカップルに視線を奪われてしまい、そして視線を戻すとミナちゃんと目が合ってしまった。ビヨンド・ザ・バウンズ？なんか幸せそうだったね。ははは。おや、こっちも腕組む流れ？ミナ、お願いがあるんですけど。なんだろう、ドキドキ。アヌビスの作中歌。歩いてくれませんか。周りの人たちみんなそうしてる。恥ずかしいですけど、働きたくないですよね。そう。ダメですか。ブレンブレン、そんなことない、そんなことないよ。それじゃあいい。みなちゃんの小さい手にそっと指を伸ばした。手を握るだけなのに心臓がバクバクいってる。何動揺してんだ。周りの人たちは平然と手を繋いでいるじゃないか。ほんの少しだけ勇気を出さなきゃ。えい。すごく自己口になくなけど、みなちゃんと手を繋いでた。え？ヤンシャ、そう。さあ、首でしょ。ねえ、でもまだ心臓のドキドキが収まらない。心の中で一人動揺していると、みなちゃんが優しく俺の手を握り返してくれた。そして、聞き慣れたミナちゃんの笑い声だったけど、この時ほど嬉しいと思ったことはなかった。俺とミナちゃんは意もなく笑い、そしてゆっくりと歩き始めた。ウータンクラン製打ち、プルンプルンするものついてないよね。どういうこと？それがすごく自然な感じがしたのは気のせいだろうか。ああ、今日は時間が経つのが早かったな。みんなもとっても楽しかったです。明日も明後日も、そのまた次の日も、ずっと海にいられればいいのに。ねえ、そんな毎日じゃ飽きちゃうんじゃない？それじゃ飽きるまで海にずっといる。はは、じゃあ俺も付き合うよ。本当ですか？ああ、さてと、どうしようか。そろそろ民宿へ帰る？もう帰っちゃうんですか？みんなもう少し一緒にいたいです。わかった、じゃあもう少しそこら辺を歩こうか。あはは、えへへ。鬼とみんなちゃんまた海岸を歩くことにした。もちろん手は繋いだままだ。そしてしばらく歩いていると予期せぬ出来事は何？キャみんなちゃん、あら、なんとミナちゃんカニの集団に襲われてしまったら。なんでカニ？エッチ、助けて。小さいハサミだから大丈夫だよ、安心して。何が入るの？丸見え、エッチ、すぐに取ってあげるよ、じっとしててね。
シャキーン当たった。カニの分際で。今日はこれで100%するわ。あ、さまれちゃう。え、ねえ、何がかな。みなちゃん、今すぐ追い払うから待っててね。いい身体してますね。とまあ、カニとの死闘のせい。なんとか無事にみなちゃんを救出できた。それにしても凶暴なカニだったな。危なかった。カニが襲ってくるなんて思いもしなかったよ。みなちゃん、大丈夫？挟まれなかった？みなは大丈夫です。でも、もうカニさんは嫌いになっちゃいました。あらら、カニさん嫌われた。まったくだ。しばらくカニは見たくない気分だよ。またカニさんに襲われちゃうから、民宿へ帰りましょう。みなちゃんは挟む方でしょ。そうだね。あ、さっきのことはみんなに内緒にしておこう。何を挟むの？うん、手をつないで歩いたことだよ。はい、何がカニさんだよ、かまととぶりやがって。楽しかった。もう今日、明日で終わりか。いつかまたみんなで横行けると嬉しいな。これで終わりかね。何をやっとるんですか。ドタドタ、うん、ドタドタ、またドタドタ、なんだ。カニエさん。これあれか、あと花火か、うんうん、本当どう、15分でしょ、一応あと。多分今日一日でやっぱ終われないでしょうね。どっか気のいいところでね、分けて、またね、あさってで終わりでいいんじゃないかな。バッファローマンの腕につけてた黒いサポーター出るけど買うの？え、知らない、出るの？買うのってか、いくら、おはようございます。いくらなの？おはよう、みなちゃん。はは、今日も元気だね。高っ。花火も久しくやってねえな、うん、花火大会とか館に入ってるけど、ゴーク、高、どうでしょうね、自分の花火、何がゴークやってみたいな、しないよ、何がゴークですか。えらい、さすがみなちゃん、だ見直したよ。そんな、やめてください。何がゴークですか。はは、明日からまた頑張ろうよ。そしてまたいつかみんなで戻ってこよう。何が多くですか。みんな集まったかしら。それじゃあ出発で帰って、何が多くですか。シーン、ね、確かこれで縁日ね、あれですね、多分行けば会えるんじゃないかな。縁日。多く？うん。帝王？もう、何がですか。結構人がいっぱい来てるんだな。金魚すくいに綿飴、たこ焼きにかき氷。はは、ほんと、懐かしい風景だ。うん、来てるよね。みなちゃん、来てたんだね。はは、その言い方、似合ってるよ。そうですか。ありがとうございます。あの、よかったらみな一人なんで、一緒に。今の演劇ってどうなってるんだろうね。もちろんだよ。あ、でも、あずささんと一緒じゃなかったね。さ、演劇じゃ変わらんでしょ？なんか変わってる？ロリ入らね。ロリはいらねえ。だいぶ分身されちゃいますよ。まあ、でも昨日のね、アンテで選ばれたのはね、このロリですからね。あずさお姉ちゃん、縁日をとっても楽しみにしてたんですけど、今日はなんか疲れているみたいで、家でお休みしてます。つまり今一人か。
そっか、漢字とかで大変だったからな。それじゃあお土産買っていってあげないとね。お姉ちゃんの好きなものいっぱい買っていってあげるんだ。そうだね、きっと喜ぶよ。狙ってるんですね。ねえ、あんまりね、こっちのルートじゃお姉ちゃんとあんまり仲良くないですからね。ははは、みなちゃん甘いものばっかり食べてたもんね。そんなことないですよ。もう意地悪。ははは、ごめんごめん。みんなには内緒にしておいてくださいね。うん、分かってるよ。ガブ飲みミルクコーヒー少し飲んでいい？どうぞ飲んでください。ガブ飲みなんだから少しじゃダメだって。ガブガブ飲んで、うん、今夜はお姉ちゃんの部屋に泊めてもらうことになってるんです。ほう。それじゃあ寮まで送っていくよ。一緒に帰ろ。何がはてな。ふう、連休も終わってしまったな。どうかな、あと40分でいけるかな。どうかな、いけると思う？ねえ、別に今日どうしてもね、一日で攻略しなきゃいけないってこともないでしょうけど、この後のイベントがどれくらい続くかですよね。行けばわかるさ。行けばわかるっつったって、まだやるの？まあ、あと旅行とね、あれで。でしょうけど、40分。飛ばせば間に合うかもでしょうけど、うん？ガチャ。あ、これはコミケのあれでしょう。うん。確かこの日は休みですよね。どうしよう。ちょっと待って。だってもね、日数的に10日ありますからね。あときついかな。中途半端になりそうですね。いいこと思いついたよ、ダビスコをずらせばいいんだよ。はい、ダメでしょ。はい、もしもし、日の丸です。どちら様でしょうか？ねえ、別に今日どうしてもね、一日で終わらせなきゃいけない理由もないですね。もしもし、底辺のです。皆さんはいらっしゃいますか？みなちゃん、おはよう。電話がかかってくるなんて嬉しい。嬉しい？実はさっきまであずさお姉ちゃんのところにいたんです。帰ってきたらすぐ電話があって、タイミングが。ああ、そういえば泊まってるって言ってましたもんね。はは、今日からバイトだね。旅行の疲れはどう？全然平気です。みんなにお土産持っていかないといけないから。ニヤニヤ。ちょっとググってみたら、今時の屋台ってタピオカとかあるらしい。はい、あー、タピオカあるんだ。爪を開始するので今日クリじゃないと困ります。爪、はい、を開始するということですか。ははは、みなちゃんの言う通りだね。今日から頑張ろう。心配してくれてありがとうございます。それじゃ、そんなしゃれたのがあるのか、うん、ねえ、うん、じゃあまた電話するね。バイトで。おはようございます。あ、おはよう、みなちゃん。今日は早いんだね。何言ってんですか。急いで来ちゃいました。ダビスタとタピオカって似てるよね。4文字ってだけじゃん。今日はお姉ちゃんが休みですけど、ミーティングには出てくるって言ってましたよ。それじゃ今日も頑張らなくちゃ。うん、じゃあまた後で会おうね。うん、なんかあんまりなんかね、暗い話っていうか重い話とかないし、シリアスな話ないんでしたっけ。リンゴ飴とか夏いな。リンゴ飴なんかも食ったことないですね。もう、胸のことは言わないでちょうだい。シーリアじゃない、シービア。
曜日か。うん、また寝ちゃう。さすが帝王。何ですか。いるかな。ガチャ。あ、もしもし、皆さんはいらっしゃいますか？その声は、おはようございます。おはよう、みなちゃん。どう？課題の方は進んでる？それが全然なんです。やらなくちゃいけないなって分かってるつもりなんですけど、でも、落ちてる。うん、落ちてる課題だったらいつでも見てあげるから、遠慮しないでどんどん行ってきてよ。わかった。それじゃあまたね。はい。さようなら。どうしよう。休憩でもしとこうか。まあ、休憩しときゃ最後まで持つでしょう。あ、もしもし、日の森みなと申しますが。もしもし、みなちゃん？そうそうね、でもね、勉強と称してね、エッチな方のお勉強もね、できないかね。ちょっと待って。大丈夫。それじゃあ、明日の朝だね。は？は？じゃないでしょ。エッチ。ないですか。うん、待ってるからね。それじゃあ、おやすみなさい。おやすみなさい、お兄ちゃん。かっちゃ。お兄ちゃん。とうとう本音が出ましたね。何言ってます。ね、明日はいよいよ。出れとる。ね。お兄ちゃんって呼ばせたいの？へへ、どうでしょうね。来た来た。はは、みなちゃんいらっしゃい。お土産？いただいて？そんな気を使わなくてもいいのに。いつもお世話になってますから、これくらい当然ですよ。うん、ありがたく頂戴するね。なんでしょうね。部屋に呼ぶとか。ね、今日で終わらせなくちゃ旅行に行けなくなっちゃう。カリカリ、ゴシゴシ。何をカリカリですかね。さあ。お土産派だし、ね、ママに言って。それがまだ全然終わってなくて、何言ってんの。みなちゃんと一緒に、今日で終わらせる覚悟で頑張るよ。終わらせないと旅行へ行けませんよ。ははは、旅行へ行くためにも頑張らなくちゃね。終わったんかな。終わっちゃった。頑張ったね。おめでとう。こっちも教えた甲斐があったよ。ありがとうございました。あずさお姉ちゃんもきっと喜んでくれるだろうな。みなちゃんって微笑ましいくらいお姉さんと仲がいいよね。お姉ちゃんはみなのお母さんだから。お母さん？そうだったんだ。ごめん、知らなかった。ああ、いいです。みんなそのことで寂しいと思ったことはありませんから。それに、みんなが元気ないと、お姉ちゃん悲しい顔をするし。みなちゃん。こんな顔してると、お姉ちゃんに怒られちゃう。そろそろエロですよね、やっちまいましょう。どうでしょうね。
貧乏姉、そろそろバイトの時間でお姉さんに心配かけないようにしようね。みなちゃんはもう立派な大人だよ。そんなことはないです。うん、立派にお姉さんのことを思いやってるもの。みなちゃんが子供だなんて思わない。きっとご両親もお姉さんもそう思ってるはずだよ。王様さん、いや、生命保険6億円で金持ちでしょ。何が6億ですか。あ、ほら、泣いちゃダメだよ。可愛い顔が台無しだ。セレブ。ねえ、そんなセレブいる。N6D、5億ですが。何がですか。何が5億ですか。少し早く来すぎたかな。もう少しゆっくりでもよかったね。お絵かき。それじゃあまた夜に会おうね。1億どこから持ってきたんですか。ねえ、知らん。うん、みなちゃんもね。じゃあどうする、今日この辺りで終わりにして続きは明後日にしましょうか。みなをみんな書くわよ。そう、ありがとうございました。レシートこちらパターン、あれれ、出て行っちゃったけど。そうか、きっと会計は済んでんだな。ん？でも俺はずーっとここにいたし、ひょっとして、食い逃げ？大変だ、お絵描きなきゃ。おい、もっとやってたら。お絵描きとどっちがいい？お絵描きとかミニゲームなしで、ね、この枠でクリアまでやるか。どっちがいいですか？それとも、ここでね、ちょっと切りよく終わりにして、お絵描きとかミニゲームやるか、どっちがいい？皆さんに任せますが。何言ってんすか。胸、やられた。次は必ず捕まえぞ。体力低いってこと。食い逃げつっよ。ねえ。お絵かき。どっちがいい？延長して全部やろう。無理ですよ。どっちか。ゲームもする、ミニゲームもする、それが生主の辛いところだなんてぶちゃらけが言ってました。そんなことぶちゃらけ言わないから。お疲れ様、みなちゃん。これから着替えるところ？ただ、こっからね、あと9日でしょ。エンディングもあるし、ちょっと無理でしょうね。今日はここで終わりにしましょう。じゃあ、気をつけてね。ちょっと時間的に無理でしょう。こっから1時間やっても間に合わん。やっぱり。さてと。明日に備えて今日はもう休むとするか。今日はここで終わりましょう。ちょっと、早いですが。ここでいいか。8月18日ですね。ということで、はい、今日のピアキャロツアーはここで、ちょっと早いですが、終了とさせていただきます。はい。